ご視聴ありがとうございます。パルトラです。今回は少年リックから予約商品が届きました。では開封します。今回ご紹介するのは、エクスプラスデフォリアルビオランテ少年リック限定版です。今回ご紹介するこのビオランテは、1989年に公開されました映画ゴジラ VS ビオランテに登場した怪獣になります。サイズ比較です。デフォリアルゴジラ1962発光バージョンと比べるとこんな感じです。ムービーモンスターシリーズ新ゴジラと比べるとこんな感じです。東方30センチシリーズゴジラ1975発光バージョンと比べるとこんな感じです。 HD D プラス VX ビオランテと比べるとこんな感じです。それでは少し細かく見ていきたいと思います。まあそれにしてもこのビオランテは本当にボリューム感あります。本当にでかい。このね、ビオランテには樹液パーツっていうのがねついてまして、それがね、4箇所今取り付けてあります。まず向かって左側の触手の下顎に1つ、そして真ん中の頭部の部分の下顎に2つ、右側の触手の下顎に1つ、このように合計4つの樹液パーツが取り付け可能です。これは下顎と歯のところに引っ掛けるような形で取り付けます。この樹液パーツを取り付けると生物感がさらにアップしますね。このビオランテの側面から見た頭部ですがね、この質感がねワニを連想させますね。この下顎のあたりのね鱗感っていうんですかね、これね、はい、細かい表現がされてます。そして白い目、これがなかなかインパクトありますね。そしてこの口の根元にある鋭い牙ですね、これはね3本もあります。ガメラも真っ青ですね。そしてこのワニを思わせるようなこの歯ですね。気になるのはね口の内側の歯です。これ細かくね奥までちゃんとありますね。はい、上の方もはい、こんな感じで見えづらいですけどね、ぎっしりと歯がありますよね。このビオランテのね歯数の多さが私好きなんですよね、これね。いやすごいですね。そしてこの触手の部分ですね、なかなかリアルです。細いツルが巻きついた感じがちゃんと表現されてます。はい、ここはね口を閉じてますね。そして一つ前、あんぐり口開いてますね。
ちゃんとこの口の中にね、舌のようなものがあるんですね。いや、すごいです。口の中もちゃんと表現されてますね。そして反対側も同じですね。いや、なかなかすごいですね。で、4本目の触手ですね。はい、このような感じです。頭部の部分はなかなかトゲトゲしいデザインになってますね。このように細かいトゲがいっぱいあります。いやー、かっこいいですね。そしてこの胴体のね、サイドの部分ですね、非常に複雑な造形をしてます。そして反対側の側面の造形ですね。はい、やっぱり複雑な造形になってますね。細かい。そしてこの頭部の後ろ側からですね、ゴジラでいう背びれに当たるところでしょうね。これがまたね、細かいですね。植物感がね、たっぷりです。このビオランテの背びれはすごく数が多いですね。いや、すごい。ほんとゴジラも真っ青ですね、これはね。いや、素晴らしい造形です。そしてビオランテの腹部の部分、コアに当たる部分ですね。はい、ここは深みのある赤になってますね。少年ニック限定版ですのでね、ここが発光します。それでは腹部のコアの部分をね、発光させてみます。付属のこの電源ユニットですね、裏側に蓋がついてまして、はい、このように炭酸乾電池が2つセットできます。ビオランテ本体の後ろ側の下の方にですね、このように取り外せる部分がついてます。ここに電源ユニットのこのジャックを差し込みます。それでは準備が整いましたので発光させてみます。では照明を落としてみます。照明を落としました。それでは電源を入れてみたいと思います。はい、スイッチオン。おお、なかなか柔らかい光り方してます。いや、かっこいい。神秘的です。照明戻しました。いや、なかなかね、こう怪しい光り方をしますね。今これ明るい状態でも、まあ光ってるのは分かりますね。極端に光ってますよっていう感じではなくてね、本当に柔らかい光で、なかなか神秘的です。こうなるとね、美容ゴジ欲しくなりますよね。はい、ちゃんとデフォリアルの美容ゴジも少年ディック版で予約注文しましたので、一緒に並べるのが本当に楽しみですね。ということで今回はX プラスエフォリアルビオランテ超年リック限定版をご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。それでは今回はこの辺で、バイバイ。